もう学校の時間が始まったわ。おはようございます。はい、おはよう。おはようございます。はい、おはよう。よく来た。おはようございます。おはよう。かわいいね。よし、おはようございます。おはようございます。いい朝だね。いい朝だ。挨拶から始まって、はい、いい朝だ。始まりました。もちろんちぇどうしたみんな今日。今日みんなどうした。どうしたもう、一番来ない。どうしたどうしたから一番めちゃくちゃ臭い。そんなこと言わんでくれ。ちゃんとパーマ。当時は完全再現してる。素晴らしい。いや、あの頃は楽しかったですね。楽しかった。いい思い出がたくさんありますよ。まあ、ちゃんと投稿できたということで、右から順にちょっと自己紹介をしていきたいと思います。松本亮太です。特技はけん玉です。あとは、好きな食べ物はお願いします。けん玉です。お願いします。どうもこんにちは。こんにちは。光栄です。光栄です。将来の夢は消防車になることです。消防車です。消防士ではないです。けん玉です。お願いします。お願いします。みんなバカなんで、私がなんか引っ張っていこうかなと思ったらナフです。よろしくお願いします。やめてよ。田中、あ、いやいや、みゆうじです。1年生です。お母さんが大好きです。運動会の前日に自転車で川に落ちて骨折して、運動会を車椅子で参加しました。よく頑張った。よく頑張ったよ。いい痛かったです。ほぼ何か、俺が育った場所だな。おほうえいくん、ジモティですか。ジモティです。ジモティバイロン。ジモティバイロンバイロンタラタラタラサタタタタン。どう、こうえい、懐かしい。懐かしいな。あの頃見とったんだね。あ、ほんまにこうえいの、もう育ったそんなキムタク。それキムタク。キムタク。これぐらい懐かしい。どうどうよ。どうよ。大人になって戻ってきて。大人になって戻ってきて。でもいろいろやっぱ変わっとるな。あ、遊具とかも。そうそうそう。あ、そうなんじゃ。ジャングルジムとかもうないから。今後もやっぱ危ないから。もう時代が変わってきとるもんな。そう。すっからかんになったなって。その中でもやっぱ変わらないものってなんかある。将来の夢だろやっぱ。ああ。マイドリーマイドリー。消防車だった。スーパースターになるのかってね。泣かすぎだろ。やんなの。バカにする。一番面白かったの。一番面白かった。辛かったの。辛かったの。やっぱ雪が降るから。あ、ここな。確かに。そう、光栄くんの母校が閉校してしまうということで。閉校式だ。そう、今日は閉校式なんです。そう、閉校式があるって言われて、ちょっと出てくれんかっていう話があったんで、うちにはちょっとおもれんのがおるなっていうことで、はいはい、みんなにお声掛けさせていただいたんですけど、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。全力でさせていただきます。僕はもう黙ってたんで、レイちゃん、参加しても、参加しても、お前、俺も黙って、やりよるな。お前が一番まあ、現場を盛り上げていけたらいいなと思って。いやいやいや、これです。な、ハッピーデイ。おー、ハッピーデイ。違う。リズムが違う。初めて聞いた。初めて聞いたけど、一か八かで合うかどうかやってみたけど。外した。初めて聞いた。全然違う。全然違う。じゃあ、はい、いきますか。頑張りますか、今日は。はい。じゃあ行きましょう。それじゃあ、行くぞ。レッツゴー。はい、皆さん、おはようございます。はい、ということでね、志村けんが、小学校にやってまいりました。今日は一日楽しい、学校にしましょう。それではレッツラゴー。完璧だね。さすがです。さすがです。朝一発目はやっぱコーヒーブラッキ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 
お店の方にね、ちょっといろいろ説明をしてもらいたいと思います。ここはどういったお店ですか？はじめさくメニューがありますね。メニューがなんかビーチボーイみたいな。ビーチボーイ。決してもビーチボーイじゃけ。そう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 。で、QR コードのあのぐちゃぐちゃのやつ書いてや。すいません、ダメだったみたいなごめんなさい。オーラでしょ。オーラだな。いやビーチソーダにせよ。オーラがいいと手を挙げて。ビーチソーダがいいと手を挙げて。はい。はい、3対2ということで、足して5。どういうことだ？日本か。日本か。ビーチソーダとコーラをください。何円ですか？500円。ドリンキバー、ドリンキバーは？ドリンキバーは？ねえの？あんのねえの？あ泣く怖いねえか。泣く怖いねえか。変なのが来た。うわー、参ったわー。よし。やべえ。喧嘩はよして。その顔ね。こらえて。じゃあ、サクランボが入ってます。見てください、このサクランボ。愛が深まるばかりでございます。いいよな、いいよな、うんうん、いただきます。うまい。あー、おいしい。一番いいよな、いいよな、いいよな。できるかい、できるかい。次行きましょう、行きましょう。レッツゴー。射的しよう。金的、金的、射的じゃん。射的は素敵。よし、身長取ります。193cm。 これ本気で顔でやりたいと思う。いやもう無理。ダメよ。31cm。 ダメ。果たしてどうなるのか。ありがとう。バカめが、あー、言うなよ。かけてみたいかな。たぶん、急に。あー、行こう。ほら、先生。あー、いらっしゃい。先生、なんかこの辺が痛い。先生、膝痛いねんか。大丈夫。先生、膝痛いねんか。大丈夫。見て、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 おお、大きいね。こんな手に言われました。うわ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 。松本君は助かるんでしょうか。うわこれ助かるんでしょうか。お数日かと。何があった。私さくらんぼ、はいはい、もう一回笑顔咲く君どうすいすいどうすいすい隣の星やだっちゃうあたしヤギビューティー。はいはいはい、飲みます飲みます言われたら、はい飲みます言われたら、はい飲みます飲みます。行列目が覚めたよ。赤いの、8番に行きたいと思います。登るやつねえじゃん。おい未来めくれめくれ。いや、お前、ケツ綺麗だよ。綺麗だよ、ケツが。小学校のこの場所だったのね。雰囲気が。雰囲気。
雰囲気見てください。俺が行くわ。ちょっと占い占いがあるんで。いや、あばきたいと思います。今年の運勢をちょっとみんなの占い。あとピーチボーイの今後の気候。じゃあ、あばきましょう。僕らのこのグループの今年の運勢を。わかりました。この、あの、ポイントさんの、そのカードの、松本さん自身の、あ、いいですよ。これ以上聞いたかったらもう、あ、もうこれ今10万円になります。10万円カードが全部出ます。すいません、はい、ありがとうございます、はい、すごいすごい、なんか頑張ろう、パワーもらったもん。よかった、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ちなみに防衛とでもね、いつこいって言う、いつこい、すいません、すいません、でも、もらったことは大事に頑張ります。はい、はい、占いはいいよな。ありがとうございました。ありがとうございました。俺の一言は決まってる。あんた、岡の財布が2万って。こっちがないから。触ってよ、俺。ありがとうございました。元カノ？声の元カレ添いしました。おばちゃん、おー、あ、そうなの、すごい、毎日と言う、3年ぶり、松本さん、覚えてないでしょ、松本なんで、若いわ、ということで次行きましょう。唐突ですが、モノマネします。電車の駅員さん、まもなく電車が始まります。2番線、2番線から、はい、新宿、亀の子、津山からの西粟倉。もうその、お前笑うよ。ちょっとお茶会が開かれてるような参加してるから、ちょっと参加してる、お茶会に参加したいと思います。おい、よう頑張ったよ。元カノ、あ、てっちゃんの子です。てっちゃんの子です。お前見てこよ。可愛いよ、似合うやん。いやでもお母さんが可愛いです。こういう時間をね、これからも大事にしていきたいと思います。長い時間だよね。続いて、マイコさん2回目のタロット占いせんわ、カード全部めくってみた。次、ハンドマッサージしてもらう。ということでね、後半戦、これから後半戦に行くんですけど、あとはね、ライブだって、はい、めっちゃ盛り上がるんでね。もちぶち投げたりあるんで、はい、マジしたり、小学生が楽しめるようにサポートします。盛り上げて、後半戦も盛り上げていきましょう。レッツゴー。早速大物ゲストにご挨拶、ピーチボーイです、お願いします。ピンポンパンポン、ピンポンパンポン、校内放送です。1時30分から、行動にて、スペシャルライブを、開催するので全員集合。大きな声援でゲストを迎え入れましょう。盛り上がっていきましょう。ありがとう、東アクラー。